けおめことよろ。なんでポロポって鳥年だからなのかしらね。鳥年って言ったらあれじゃないの、鶏、ちょっと誰か助けて、鶏じゃないの、なんかいい本物いる？ちょっとお邪魔してます。今日はお店がちょっと賑やかです、はい、よろしくお願いします。誰いつも自己紹介しちゃおう、はい、旅地です。ノマです。はい、誰あ、ボキなんだだった。ごめんなさい、別にボケなくていいんです。普通のなんで、ごめん、これちょっと明るくしてるんです。あれ、自己紹介しないの？放送事故になっちゃうから喋ってください。喋ってちゃう、早く。でも、あ、僕ですか？そうですよ。他に誰がいると言うんだ。ほら、事故になっちゃうから。早坂先輩でーす。ありがとうございます。というわけで、どれだ、カメラどれだっけ、俺自分が。はい、新年明けましておめでとうございます。今年もね、懐かし系、あの頃、あ、違う、あの頃系、懐かし音楽家は、よろしくお願いいたします。ね、はい、今日は正月のもう5日ですよ。まだ松のうちだね。そうだね。明後日が七草がゆか。はい。はあ、なわけでですね、まだ正月気分が抜けやらぬ我々でございますが、今日は青い鳥ね。そう。今日残念ながら新春なのにペコさんと愛ちゃんがお休みと。そうね。私来たばっかりと。青い鳥を見つけたよ。美しい鳥で島か幸せ運ぶ小さな鳥を、だけど君はあの空へ飛んで行くんだろう。僕がこんなに愛していても、小さな幸せを僕の手に乗せたのに、青い違うな、ここのコードがね、これ C 調で書いたのを控えてた。青い鳥、全力、あれ？青い鳥、プリコか。行かないで。ちゃうわ。あれ？こんなとこ行くのか。初めて聞きました、この曲。僕はなんか大丈夫、行方不明になってる。 B 行ってしまいました。はい、そんなわけで、はい、そんなわけで青い鳥でございました。今日のテーマはそんなわけでですね、はい、鳥年でございますんで、鳥でいきたいと思いますよ。はい、鳥絡みであれば何でもね、いっぱいあると思いますけどね。はい、はい、で、リクエスト来てますか？はい、リクエスト来てます。はい、その前に旅さん、今日意外にこれ初めましてなんですね、私ね。よろしくお願いします。ということで、会ったことなかったんだよね、なんか。そうなんです。もうなんかずなんかね、避けられてたんですか、私に。ボケされたね、見事なぐらい。まあいっか。はい、じゃあ行きましょう。ね、そんな旅地さん、律儀にここにリクエストですか、ガッチャマンの歌。どんなんだって。その前になんかいきなりあのこのいいね、この挨拶がね、アピケヨメコトヨロポロッポっていうのはね、このポロッポっていうのハトじゃないの。いや、ハトは分かってないけど、このポロッポってなかったっけ。だからさっき言ったじゃん、鳥年だからじゃないのって。そうなんだけど、うん、ポロッポってなんかなかったっけ。なんかって、なんかそのいわゆるアニメでなんかセリフとあるとか、なんかそういうの、なんかポロッポって言葉に俺すごい聞き覚えあるんだけど、普通にハトのモノマネするときに言うと思うけど。あ、そう、うん、それ普通ポッポーって言わない？いや、ポロッポーって言うね。あ、そう。ポロッポーって言う？うん、あ、そうは、そうですか。はい。ということで、ガッチャマン。どうなの？あ、誰だ、誰だってやつね。そう歌ってみて、歌ってみて。誰だ、誰だ。もっとこっち来てよ。え？奥さんに顔して。誰だ、誰だ。
空の彼方に踊る影、白い翼のガッチャマン。この歌えるの考えたらイエイイエイ。すいません、生歌生歌横から、はい、どうですか、そのあのなんだろう、いつもここの画面でしか見えない名前、旅地さんがここに今いて顔が出てるっていうのの気持ちは微妙微妙、なんだ微妙って。今まで出たことはなかったの？なかったんですか、木曜日。そうなんですね、ないか、見てたことはあったし、ミニは来てたことあって、ね、後ろでちょっと茶化してたのもあったけど、うん、そうだね、確かにね、ミニを出演って形ではないですよね。そうですか、もうずっとこの奥さんが出たい出たいとおっしゃってて、ノーさんですね、はい、よろしくです、よろしくお願いします。どうですか、その出た感じは。なんか実感ないですけどね。そんな大したことじゃないですか。もうちょっと進まないとピンとこないですね。はい、行くよ、リクエスト、松陰さんから、はい、私の青い鳥、ずんこでよろしく、はい、ようこそここへ、クククク、私の青い鳥、色をした心に止まります、そよ風吹いてクククク、頼りが届けられ。この人って今宗教で揉めてる人だっけ。結婚一時期 ね、一時期って目も全然そ解決してないんでしょ。そうなの、よくわかんないですけどね、そのまんまでしょ、確かね、うん、全然出てこないね、はい、うん、でもその世界の広告塔としては活動されてるんじゃないですか、やっぱりね。あ、そうなんですかね、うん、なんかずんこっていうとさ、どこの方言だろうね。これは東北風に書いてんだろうな。渡すのだからやっぱ東北風なのか、ずんだ餅的な、うん、東北してもな、例えばあの仙台の人とさ、青森の人とお話できないらしいからね、言葉が違って。あ、そうなんだ、うん、そんなに違う。僕ら的には全部ズーズー弁みたいな言葉で書くうちゃうわけだけれども、うんうんうん、全く違うらしいからね。あ、そうなんだ。同じ青森でもあの例えばその盛岡の人と弘前の人は全然言葉が違う。ちょっと待った、はい、うー、画像が固まるってよ。なんでだろう、あの一応今日はローカルで撮ってはいるので、もしあの固まった場合はそちらで一つよろしくお願いします。え、だって松陰さんが固まったらリクエスト来ないよ。えらいこと、これは大問題だよ。横からリクエストしてくる。なんだろう、え、ダメなのかな。あ、ずんこ秋田県。あ、見えてるね、ちゃんと一応、はい、秋田県の方です。ピオちゃんはいませんが、はい、はい、進めていきましょう、はい、そうなんです。残念ながらドンピシャ青い鳥のタイガースが来ちゃったけど、それは歌っちゃったので、はい、続いて翼をください。おー、なるほどね。今私の願い事が叶うならば、翼が欲しい。はい、みんな思ってね。この星空に翼を広げ、飛んで行きたい。ハモリがよくわかんないな。よ、本当。悲しみのない自由な空へ、翼温めかせ行きたい。これがあのあれですよね、なんかあの2002年サッカーブームの頃にさ、うん、これをみんなほらスタジアムでみんな応援歌みたいに歌うのがめちゃくちゃ流行っててさ、うん、これを国歌にしようとか言ってるグループもあったよね、うん、お前ら国歌って何なんだみたいな話だと僕は思った覚えがありました。はい、次行きましょう。意外にこれハモリ歌ったことなかった、うん、ハモリってどんな、このあな、じゃあ歌ってみ、メインメイン歌ってみ、あ、メイン気合わないからね、このそんな甲高いの出ないけど、この、はい、この翼を広げ飛んで行きたいよ。こんな感じだな。悲しい。こんな聞いても逆に俺がハモりにくいっていう話があって。はい。いっぱいあの青い鳥は赤い鳥ですから、ね、ね、うん、5人いたわけじゃないですか。一応ね、あの4部ぐらいで合唱してたよ確か。あ、そうなんだ。うん。なんかあの合唱譜でしかわかんない。まあ見たらもんだよ、合唱力だからね、あれね、あのこの曲を聴くとサイドステップしたくなる。
わかんない。それが合唱コンクールはサイドステップとかしましたよね。サイドステップっていうのわかんない。なんでそれって。この大空に。それサイドステップ。こんな感じ。足を。サイドステップっていうの。これあのいわゆるゴスペルの人たちみんなやってるやつ。あ、そうそう。ステップしてないで手。だって座ってるから。あ、立ってて本当に横に動くのな。はいはい。リク、スズメの涙じゃ作っちゃった今。スズメの歌、ナターシャな人。どんなんだよ。シュンさん、なんとかして。ああ、スズメの歌じゃない。さあおいで娘さん。ならなら気をつけて恋は ならえとのの花ならのように。うん、ちなみにあの明後日、今度の土曜日、はい、うちのお店で30分1本ライブっていうのあるんですけど、はい、なんと今回のこのエントリーリストの中にはですね、ザ・ブリッジ8っていうですね、はい、自分のそう私がなぜかギターボーカルというバンドがエントリーしておりましてですね、これはナタシャセブンのカバーバンドなのよ、うん、でだから、多分30分6曲できるかな、6曲全部ナタシャの曲をやりますね。よろしくお願いします。どっぷりですね。はい、はい、でも他はいろいろね、ミチさんとかね、アイユンとかいろいろ、そう全然違うんですね。女性陣が多いのかな。今ね、旅地さんがね、エントリーしようかどうかね、さっきの兆候に入ってるから、もしかするとあのエントリーするかもね。あと何枠ですか。あと1枠。あと1枠。じゃあ旅地さんで埋まるのかしら。これで埋まった場合は、あとはオープンマイクミルさんになってるからですね。はい、はい、続いて、はい、わらの中の七面鳥って歌じゃないじゃん。ティリティリティリティ、これか。ティリティリティリティ、ダラダンタッタラダラダンタッタッタラダ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 ラ、これだね。ストローインナーシーチューだ、なんだっけ。リリって何とかしてストローね。ターキーインドストロー、なんだっけ。エルデッテ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 ッ、オクラホマミクサーはどんなの。まあ、わかんない、それ言われても。オクラホマミクサー、それそれ、同じだってマジで。今のがじゃあ違うんじゃない、もしかしたら。いや、いいんじゃないの、合ってるかな、わかんない、わかんないや。あ、そう。まあ、こういうのってさ、ジャムとか誰かが始めて初めてそれについていくって感じだから、これかとか言いながら曲名とか考えてないからな。そうね、うん、次は、はい、ひばりねってことで真っ赤な太陽だって。ああ、なるほどね。なるほど。レレレ、歌ってみるかい。テレ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 、キーが合わないか。レレ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 レ、それ無理。真っ赤に燃えた、レレ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 レ、真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。渚を走る、なんだっけ、二人の切なく響く響く恋しよ風よ。わかんない。激しい愛に焼けた素肌は燃える心、恋のときめき忘れず残すため、に燃えた太陽だから。飛んだ。シーケトンボだ。はい、で次が、はい、続いて、あ、飛びちさん、そっからリクエストしたんですね。はい、はい、画面がどうの、鳥の歌。これね、シュンさん知らないんだよ。知らない、ね、あれ。あなたがいた頃は笑いさざめき、誰もが、サビ子か、うん、鳥は鳥と別れて、ダメ、あ、反応した、なんか聞き覚えが、あ、違う、サビ子ここじゃないね、私が、ねな、なななな、必ず真っ白な鳥が舞う、
鳥たちよ鳥の歌挿入歌ですね。鳥の歌だね、確かにね。杉田かおるってその辺よく歩いてますよね。そうですね。誰が杉田さん、どこ歩いてんの？茅ヶ崎を。なんで？え、お住まいですかね。あ、マジで？そうなの？茅ヶ崎市民酔っ払って。マジで？酔っ払って。あの、茅ヶ崎、糸魚川の屋上の茅ヶ崎にもいつも酔っ払って。マジで？酔っ払っては死ぬ。酔っ払っちゃいけないの？いや、わかんない。ベロベロ。結構絡まりましたね。え、マジ？今度あの来年紹介して、今年だ。やれば今年茅ヶ崎をね、ぜひ紹介して。そう茅ヶ崎の方なのでね。あ、そうなんだ、うん、あのなんか将棋の人と揉めた人だっけ。将棋の人と揉めた人、あれ違うか、あれなんだっけ、あれは女流の将棋家とありました。あ、林場似てない、林場直子だっけ。似てますよね、顔似てないですけど。似てない。俺あのなんかあのその杉田薫と頭の中でごちゃになるんですけど、なんかその人生みたいなものが。なことない。その辺の雰囲気が、うん、確かに似てるかもしれない。なんか似てるよね、なんかね。そうかな。似てるって言ってんじゃん。あれだよね、林場直子って胸に。なんかシリコンかなんか入れた人じゃないの。何の話や。そうなの。なんでそれは。なんか入れた人じゃない。その頃の相手がそういうのが好きだったんですかね。いや。なんか包茎手術かなんか。ちなみにこの番組エロ番組ではございませんので、あの音楽番組ですからよろしくお願いします、ね。はい、音楽番組に戻ります。次のリクエストは、はい、愛の讃歌。愛の讃歌。はい。そうワードが、あ、そう、あのね、あのニコ生 の, あの方が今、はい、ワードが鳥ですね。その通りです。今日のテーマ青い鳥というのがテーマでですね、まあ、鳥に関した曲とかをね、音楽の話をしようということで、ちなみにあのなんだろう、ニコ生の番組説明に書いてあると思うんですけども、本体が YouTube でもやっています。このニコ生がぶっつり切れた場合はですね、あの YouTube に引き続き来ていただけるとよろしくお願いします。で、あとリクエストも持ってましてます、はい、で、なんだっけ、お待ちしております、はい。エディットピアフの愛の参加、出てきたっけ。ピアフってのはスズメのことなんだっ て, って。ああ、じゃあ何でも OK じゃない、ピアフの歌だろうな。うん、そうだね。あなたの燃える手で、これ、ね、私を抱きしめて、ただふう。いやもういいや。紅白見た？あ、見た。見た？よかったよね、大竹しのぶさん。大竹しのぶが歌った。スワンっつっちゃった今。これ歌ったの？うん、愛の讃歌。あ、そうなんだ。実際に自分で舞台でやってる。うん、ピアフの役をやってるから。その前その、いや、その人の名前なんだっけ？え？そのやった人はなんだっけ？大竹しのぶ。大竹しのぶ。あ、見た。大竹しのぶってさ、大竹しのぶってさ、あんな歌歌える人だったんだね。そうだよ。歌うまい。だってミュージカルとかね、やってる人だもん。びっくりしたよ。あのもうだってほら、あのなんだろう、あの新助シャンしか俺知らなかったから。何知らないか。何それ。え、あのだって青春の門っていうほら、あの五木ひろゆきの昔々の映画で、映画だ、その出てきた、そう新助シャン、ねえ、よかったよなと思って。紅白よかったね、うん、もうびっくりした。なかなか感動した。でもおいくつでしたっけ。もう 60？ いくつなんだろう。ねえ、結構年だよね、確かね。60で結構年なんだよねって、しゅんさんに言われたくないと思うよ。なんで60でいいじゃないし。結構年なんだよね。上なのかな、実感ないよ、やっぱり。面白いもんだね。何？還暦が？昔、俺サラリーマンしてればさ、うん、あのいわゆる60っていう形で還暦とか言って仕事なくなっちゃうわけじゃないですか。まあね。で、あるいはそれで嫌だっていう人は、そのいわゆるその再雇用とかの形でさ、うん、仕事続けるけど給料半分になっちゃうとかみたいなことになるわけじゃん。うん、で昔ならそれで普通にばっくりやめちゃうわけじゃん、はあ、俺的にはほらだって自営でやってきてるから何も日々変わらない、何も変わらないわけよ、うん、ここでいきなりあなた60ですからお仕事終わりですちゃんちゃんと言われた日にはですね、何してって話だよね。まあそうだね、うん、アメリカ人みたいにね、早くリタイアして早く第二の人生を歩みたいとか思ってる別だけど、うん、だから日本人にその定年って向いてない気がしたね。しゅんさんすでに第二の人生って感じだもんね。いつから今いつから、あそこ今このお店やってる感じが、この店をやった段階ですでに第二に入ってるかもしれない、うん、入ってる感じだよね。それったら俺今までの人生第何番目だぐらいだろうみたいな感じですけどね。どんな人生送ってきてんだか話せば長くなるからやめとこう。ニコ生でも言ってるよ、ほらあのいわゆる意外とね歌唱力あったなって。ああ大竹さんね、そう、うん、あったあったっていうか、そういうある人なんだもん。
で岡崎由紀がさ、いきなり突然ですが、あの人もそういうミュージカル志向で実は歌唱力あるのに、うん、アイドルのせいでそれを皆さん知らないままに歌はすぐ裏声に逃げるとか言われてですね、うん、そうじゃなかったんだけどみたいな話ですよ、はい、あ、そうなんだ、はい、へえ。なんだっけ、はい、じゃあリクエストに戻ります、はい、リクエスト、はい、カラスの赤ちゃんカラスの赤ちゃん赤ちゃんってわけじゃないけど、そういう歌なのかな、カラスでいいの、カラスの夏の子育て、カラスなぜ泣くの、この童謡とかってさ、はい、普通にスリーコードとかで弾いてるとバカみたいなんだけど、うん、これをちょっと変なコード入れていくとすごいおしゃれになるよね。しゅんさん上手だよね、おしゃれなコード入れるの。いや意外にね。だからカラスなぜ泣くのってやるとほら普通なんだけど、うん、カラスはワニってやると普通じゃん、うん、これカラスなぜ泣くの、カラスは山にとかやっていくとさ、うん、なんかフォークソングみたいだよね。だからさ私なんかほらそのシートで聴いてたからさ。いや俺もそうですよ、多分そのシートね、ありましたよね、そのシートで聴いてたからさ、伴奏してもらってて急にそんなこじゃれたコードが入ってくるとうんってなっちゃうんだよね。こじゃれたコードこういうの入れてくとやってるとなんか面白いじゃないですか。で、まあ、そんなことでカラスの赤ちゃんですよ。この曲の名前なんちゅうの、だから7つの子ですよね。7つの子ね、全然違うじゃん、カラスの赤ちゃんじゃないじゃんね。なんか結構怖い歌だよねこの歌。あ、そうなの、うん、っていう話だよね。はい、次。いや、日本の童謡とかそれいっぱいあるよね。あるね、本当は怖いってやつが、うん、本当は怖い、怖い、本当は怖いや、グリム童話とかさ、うん、日本の童謡じゃないじゃん、それ。海のトリトンのトリロジが。本当だ。また出た。どんな歌だ、海のトリトン。そうそう、童謡、そうそう、これで。あ、それか。奥様は魔女じゃないって、岡崎由紀は奥様は何だっけ、奥様は18歳。で、その前は、何たって18歳とか、そうそうそう、いろいろね。奥様は魔女はジーニー、アメリカのドラマですからね。あ、ボジグラカレーだ。モジグラカレーはね、なんかね今いい匂いしてきたなと思ったんだよ。こういうこれね、北九州でこれなんか焼きカレーとか言うらしいんですけどね、まあよくそういうふうなもんですよ。いい匂い。でも違うのよ、ルーツとしては全然北九州の焼きカレーじゃなくてですね、まあいわゆる大阪の、まあまあいいや、ね、次なんだっけ。じゃあ次のリクエストは田淵さん生リクで、はい、何、はい、カモメはカモメ、それは剣の子。剣の子。諦めましたってやつ。そうそうそう。なな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 。カモメ、あ、なんだっけ。この空に大空をだよね。渡る。なるけど。行くのがお似合い。ごめん、全然歌詞覚えてない。歌詞があれば歌いますけど、みたいな話だね。はい、続いてもタビッチさん生リク、はいはい、カモメが飛んだ日。あ、このキー何、D、 B、 D じゃなかったっけ、知らないよ、そんなものは。 B マイ、 B フラって言うけど、 B フラマイナーぐらいじゃ違うよ、はい、D、 D、 D、 D な、はい、D マイナーじゃん、D マイナー違ったっけ、わかんない、わかんない。忘れた。出会えてみる。このよ。ダラ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 。ハーバーライトが朝日に変わる。その時一羽のカモメが飛んだ。全部歌うの？踊らしてくんないの？カモメが飛んだ。カモメが飛んだ。あなたは一人で生きられるのね。素晴らしい。やっときました。このカメラをちゃんと意識した風だった今。した、一応したよ。あ、本当、よしよしよし。はい。ならいいんですけどね。はい、続いて松陰さんから、はい、また来た、ツバメ。そうそう。え、かまかまめ何？松陰さんが何？越冬ツバメ。
ヒュルリーヒュルリーララーってやつな。あのヒュルリーで受けたよね、あの曲ってね。あ、作詞家誰なんだろうね、あれね。あ、誰だろう、うん、ヒュルヒュルリーヒュルリーララー聞き分けのない女ですあのいいんだけど、そのヒュルリーララっていう風に作詞をするっていうのがすごいと思うんだよ。ララは後からつけたのかね、あ、ここ語呂余るんだけど、じゃあララでもいるときやみたいな話なのか、あれ松田聖子のあのトゥルリラトゥルリラ、それそれです、それあれはトゥルリラ、それはヒューじゃないの、トゥルリラだ、それはヒューじゃないよあれはそれもすごくないの、トゥルリラだからな、それはすごくないの。今ヒーラリーとかで替え歌歌ってます、カモン。あ、そうか、カモンがそのラジオで歌ってます。あ、そうなんだ。トランプに負けないよ女ですとか、あ、負けちゃうなんかね、ヒラリーか、そう、ヒーラリー負けたよ、負けたよ、うん、なるほどな。え、まどかひろしじゃないという作曲家作詞家、え、マジっすか、え、そうなの、わかんない、ニコ生の方で、ね、後ろの正面誰とか童謡は怖い歌あるねっていうね、うん、そういうコンテンツ、本当怖いんだよ、はい、あれ。続いてのリクエストは早坂さん生リクで、はい、あれ言わない、生リクで、え、書いてるから生リクでどうぞ。津軽海峡冬景色、え、そっち行くの、行くとおっしゃってます、メダカの兄弟の2番、スズメの兄弟が電線でよく知ってんね、大きくなったら何になる、大きくなったら鷹に、わしだっけ、え、大きくなったらなんだっけ、あ、なんだっけ、あ、思い出せない、ペンギンか、ペンギンにだけだ、チュン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 、大きくなってもスズメはスズメ、チュンチュン、その流れでいいですね、電線温度もあるじゃないですか、ね、あ、ほんとですね、電線スズメ、電線温度だってそれは小松政夫でしょ、そう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 確かにそれを漁師が鉄砲で撃ってさ、そうそういうことですね、はいよ、どう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 、懐かしいね、伊藤四郎だよね、伊藤四郎、あの番組何、番組あれ何、あれは、ね、笑って笑って60分なんだっけ、あれをさ、いつも必ず伝統芸で見せた伊藤、あれ小松政夫、小松政夫、あれキャンディーズの解散間近じゃなかった、キャンディーズなんかいきなり自信ネタが出てくる確かあの番組そうだ、うん、え、じゃあドリフ、ドリフじゃない、ドリフじゃない、ドリフじゃない、キャンディーズがレギュラーで出てた、なんだっけ、いろいろやらされてた、そうそう小松政夫は何やってたの、小松の親分さんってやつ、小松の親分さん、ああそうかそうか、伊藤四郎がだからベンジャミン伊藤、うん、ああそうそう、何だったかね、有名なやつ他にもあったの、なんかそういうやつでね、電線にっていうのと他にも電線温度だろ、それだって電線温度、それ、うん、もう一個何かあったような、スズメがどうしてみたいな、何かあったっけ、なんだっけ、まあいいか、あのほらあの3匹いて2羽打って1羽がどうしたみたいな、なんかそういう謎かけみたいなやつなかったっけ、うん、お笑いでなんかね、え、ほら放送事故になっちゃうよ、はい、じゃあ早坂さん、早坂さん生リク、もう一個、え、津軽海峡冬景色、なんでなんで、なんか鳥出てきませんでしたっけ、鳥出てくるっけ、私見るのかんね、上の初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の胸は誰も無口で、海鳴りだけを聞いている、私も一人どこへ行けするな、あれをご覧、カモメ出てくる、カモメ、カモメ、あ、ほ、そうだ、出てくるわ、カモメ、むちゃくちゃ先ですね、最後です、でカモメが出てくる、カモメがね、素晴らしいですね、はい、次が松陰さんから、翼の折れたエンジェル、そう、そんなあ、これ知らないんだよね、シートまで横
から怪しいよ。鳥は？うん、いや翼で翼の翼に引っ掛けてるんですか？折れちゃってるんだけど。なるほどね、はい、はい、じゃあ田淵さんなんかないですか？あ、ゆかのも終わっちゃった。ゆかのもの方こっち来てるかな。ご案内が遅れたままに終わってしまいましたけど、ゆかのもいきなりに、はい、あ、本当だ、ちょっと時間を気にしなかった今、うん、っていうか固まった私。動いてるよ。こっちはまだ動いてる。動いてます、うん、はい。こんなわけでもしニコ生の方こちら来てたら、こちらが一応本体でございます。エンドは適当。あ、ここでいいよ。電線温度ベンジャミン伊藤だってよ。電線にこれもスズメがサンバと、この下と松陰さんもう一個、この下も私固まってるから今見れないな。これ見れない。松陰さんが白毛鳥の歌。あ、これはこう、あ、小松政夫だ。白毛鳥飛んでゆく南の空へ、みじめみじめ。みんな歌えるね。みんな歌える世代だ。懐かし番組だ。これが聞きたいキャッチことですよ。あなた分かってますけどね。これを聞けとばかり。さすが。他にないかしら、鳥の歌。他になかったら歌を忘れたカナリア。どうよ。どうよ。歌を忘れたカナリアかな。ああ、ちょっと怪しいな。怪しいな。あ、そういえば12月号がないんですよ。ありがとうございます。すごい業務連絡して。業務連絡して。あの今の一冊それそれ。はい、それ一冊。はい、ブロケードの宣伝しておこう。12月号ですか。そうそう、来ない来なかった。ブロケードね、茅ヶ崎の人なら多分皆さんご存知のこのですね、クリームが作っている楽しいですが、この裏表紙、ね、ここ裏表紙、裏表紙をですね、パクッと開けると、ペフッとめくるとですね、はい、ここのですね、はい、このページ、必読でございます。私が書いております。よろしくお願いします。あ、知らなかったですか？これマジですか？はい、あげましょう。いただきました。あ、そうなんだ、知らない。ちょっと読ませて。人もいるんですね。しなぎれだって。ああ、松陰さん、ね、しなぎれ。なわけでその感想としてはどうですか？そのまあ一番組終わってみたんですよ。ねえ、なんかいいんでしょうか？どうぞ。何がいいの？何がいいの？いやいやいや、その感想みたいなやつ。感想ですか、うん、面白い。なんか生でこのうろ覚えを名前でうろ覚えを間近で間近で聞けて、ね、このうろ覚えアワーっていうので分かるし、いいですね。意外とね出てこないんです。意外と出てこない。後でね、あれが後でね思い出して、あの番組終わってから大合唱してたりするんですよ。あ、そうなんです。後から思うんですよね、それ ね。早さ食べてますか？なんか冷めますよ、早く食べますね。田淵さんはいかがでしたか？生で参加してみて。美味しいですよ、これ。マジで。聞いてる、聞いてる。やっぱ面白かったです。面白かったですか？ありがとうございます。ね、この機会にはたまにはあの現場で、ね、あの参加自由なので、はい、ぜひぜひまた来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、本日、しゅんさん。締めの一曲を締めた締め、はいはい、今日はほら愛ちゃんいないからおまけコーナーがないので。あ、そうか、おまけないんだね。そうだから、しゅんさんの締めの歌で締めます。わかりました。じゃあ、はい、その鳥でね、はい、これあの昭和ナイトで一回やったんですけど誰も知らなかった。私も知らないよ。おかしいな。私は知って知ってました。知ってるよね、こんな名曲ね。どこです。テレテテ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 人は誰も悪いことを覚えすぎたこの世界、築き上げたユートピアは
白いハートが生きることの喜びを今こそ知る人は皆店長さんするんだよ、忘れてたよてなことでなんか知り切れだけど店長するの忘れてたなってことでね、はい、ということで本日の、あの頃懐かし系あの頃系懐かし音楽アワー、あの頃系懐かし音楽アワーです、はい、ありがとうございました、はい、来週のテーマはどうすんの、来週どうすんのだから季節から離れよ、じゃあ旅地さんに宿題にしちゃういいね、旅地さんがノアさんから出してもらおうか ね、うん、じゃあ ね、 ね、ぜひね、せっかくだからじゃ あ、 あの今日帰りに来週のテーマをしゅんさんに伝えて帰ってくれそうでもいいよ ね、はい、ねということでよろしくお願いします、お願いされました、というわけで、あ、違った閉じちゃった、間違って、おじゃあどうすんの、しゅんさんここでエンディングできるんですか、ちょっと待って、あれなんか変なことになって、変なことに、あの風邪とかひいてないですか皆さん、大丈夫です、風邪ひいてるの、大丈夫、私いや風邪はひいてないけど、うん、ちょっと喉がやば、喉、私も喉がやばくてちょっと気分が、でもみんなもう長引かなかった、みんなそうでしょ今もうね、咳が、ね、咳がそうや、うん、同じね、そうそうそう、だから咳出ると歌えなくなっちゃうんでね、気をつけましょう、なんでこんな声が高くなっちゃったんだかよくわかんないけどそうなんだよね、あ、動いてるわ問題ないね、また来週とか旅地さんと、それと、生出演面白かったです、まあ旅地さん今書いてるのか自分で文字でありがとう、ここで言いましょうよ、ここで言いましょう、ちょっとあのカメラにみんな向こうできてるんですか、はいはい、でみんなさようならをしましょうかね、はい、はい、というわけで、ドボッピーなんか歌ってるんですか、歌ってる、歌ってる、だから今風の話をしてたのに、風の話ね、そう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 、皆さん火事は起こさないようにね、私は髪を止めに行きますよ、はい、火事は起こさないように乾燥してますからね、風邪ひかないように、はいはいはい、ブレブレだから来て火事は起こさない、さよなら、また来週、ごちそうさまで、食べかけ食べかけ飲んじゃった、これ冬にはもう最高ですよ。